ヤルマール・セーデルベリーは、スウェーデンのジャーナリスト、翻訳家、小説家。スウェーデンの首都ストックホルムで生まれ育つ。役人一家。スウェーデンのウップサラ大学で学ぶがほどなく中退。しばらく税関で、役人生活にて生計を立てたの知事し、ジャーナリストに転じた。スウェーデンのクリシアン・スタードの日刊誌、クリスティアン・スターツ・ブレデットやストックホルムの日刊誌。 スベェンスカ・カダーグ・ブラーレットで記者生活をしばし送った。1895年にストックホルムで大敗生活を送る主人公トマス・ベ・バーを描いた長編小説フォービレルサーを世に送り分断へ乗り出す。ついで短編集ヒストリエーターを経て1901年に自伝的性格を持つ2作目の長編マーチン・バークスンダムを発表。 主人公の青年イシュグラスが苦悩の上やがって牧師を殺めてゆくという初簡体形式で語られる3作目の長編小説ドクトルグラスを1905年に発表。本作は多数の言語に訳されており、米紙タイムは北欧の最高傑作と評した。1906年に発表された擬曲ガートルードは後の1964年に デンマークのカール・テオドア・ドライヤー監督によって、同名で映画化され、多くの賞を受賞している。セーデルベリーは、戯曲を発表後に、デンマークのコペンハーゲンに移り、生涯の多くを同地で過ごす。愛の様々な側面を描いて見せた4作目の長編、デンリバー様レキンを1912年に刊行、本国では20世紀に2回、21世紀に1回それぞれ、映画化されている。 セーデルベリー・ワギ・ド・モーパッサン、アルフレッド・ド・ミュッセ、アナトール・フランス、ハインリヒ・ハイネ、イエン・スペーターやコブセンといった文筆家の作品をスウェーデン語に訳した。また、コッペンハーゲン時代に宗教の研究に没頭して複数の宗教書を刊行している。特に代表作は1918年刊行のジャダー・ソブ・スウェルドや1928年刊行のヤ・ソバラバ。 長年にわたって、スウェーデンの日刊誌、ゴータ・ボーグス・ハンドルズ、オショウファート・スティドニングに掲載される書評を担当、さらにナチスに批判的な態度をとり、反ファシズムの文面も寄稿している。セーデルベリーは1941年にコッペンハーゲンで没。二度結婚しており、ドーラやベティは女優、トムは歴史家。 ミカエルは作家、ありがとうございます。